じゃあ後半を始めたいと思います高橋さんの紹介だけお願いしますはい。えっ、ー、と UN ハビタと高林博文様にお話をいただきますオンラインでの登壇ということになりますでさ昨日ですけれどもシリアに対しましてイスラエルによる空爆がございましたえっ、ー、と高林様いらっしゃるオフィスがその付近なのではないかというふうな情報もありましてそこの部分、えー、最新の情報も含めまして現地からオンラインでお話をいただければと 思います。はい。あの、ご紹介ありがとうございます。えっ、ー、と、国連ハビタットの、えっ、ー、と、高林と申します。あの、シリアには、えっ、ー、と、今、3年ぐらい、3年弱になるところですね。はい。えっ、ー、と、今、ダマスカスにいるんですけど、まさに今、まあ、先生にご紹介いただいたようにですね、昨日、まあ、あの、イスラエルからのミサイル攻撃って、ちょこちょこあるんですけれども、あの、イスラエル・ガザの紛争が起こる前からも、あの、あったわけですが、<laughs> えっと、こんなに近くで起こったのは、まあ、ある意味初めてでした。えっと、我々のオフィスのですね、裏道、まあ、えっと、まあ、100メートルないぐらいのところの建物が狙われて、まあ、あの、すごいピンポイントなのでですね、えっと、そんなに周りの建物に大きな被害が えー、めちゃくちゃ出てるというわけではないんですが、先ほど、ア山先生がお話しあったように、10名の方が亡くなられているという報道があって、その中、えっと、一人の民間人、そして3名の民間人が、えっと、巻き添えを送ったと。あの、一人の方が死亡されて、えっと、3名の民間人が負傷されているというと,ところもあるようです。これが、まあ、実際の、えっと、まあ、ダマスカスの現状なのかなと思います。あの、私はですね、えっと、アフガニスタンにも、えっと、以前いたんですけれども、当時は、あの、自爆テロ のこう爆発音っていうのは結構聞いてたんですけれどもミサイルの爆発音ってちょっとまたちょっと違ってですねあのはいそんな感じでございますでえっ、ー、とーよろしければちょっとスクリーンをシェアさせていただいてあのー、我々の活動のご紹介をさせていただければと思いますまずはですねえっ、ー、とーちょっと 国連、ユネハビタットって、皆さんお聞きになられたことがあんまりないかと思いますので、ちょっと簡単にご紹介させていただきます。我々、えっと、u ーション d Nations h u メン n プログラムということで、えっと、日本語では国連人間居住計画、国連ハビタットというふうに、えっと、呼んでおります。これが我々のマークなんですけれども、まあ、世界があって、人がいて、シェルターがあって、というような説明なんですが、あんまりまあ、かっこいいロゴじゃないんですが、えっとですね、国連の機関の一つでして、 いわゆる、こう、えっと。 こう、ここで絵で表示しているような人間居住を専門に司る機関ということですね。人間居住って何だって話なんですけれども、えっと、言ってみればですね、あの、人々が住む街、すぐですね、街づくり、持続可能な街づくりを支援する、えー、国連機関というふうに見ていただければ、あの、良いかと思います。なので、えっと、まあ、SDGs で言えば、イレブンのですね、包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間居住の実現というところを、えっと、まあ、旗 えっと、で、シリアにおいてではですね、あの、戸坂課長からもご案内少しあったとかですね、青山先生からもし少しあったようにですね、えっと、シリアにおいては、えっと、我々まだ開発支援ということをやれるということには今な,ってないので、基本的には、えっと、人道支援、そしてまあ、我々、アーリーリカバリーと言いますけれども、えっと、呼んでいますか、 まあ、あの、開発まではいかないけれども、えー、緊急的な人道支援ではなくて、よりこう、持続可能な生活を営めるような支援、復興を行うということがあって、それをつなぐような、えっ、ー、と、機関でございます。我々はあれ、あの、緊急時に、えっ、ー、と、物資を配って人々を助けるというような、あの、人命救助の人道支援機関ではないということですね。より良い街づくり、えー、街の復旧、復興を進めていくということを、えっ、ー、と、支援している団体でございます。 で、えっ、ー、と、ちょっとこれからはですね、あの、 写真、主にあの、あれっぽうの写真をお見せしながらご説明をさせていただきたいと思っています。あの、皆さんもっと綺麗なですね、良い写真をいっぱい見て、見ておられると思うんですけれども、まあ、私が現地に行った時に、あの、見える風景みたいなものを中心にちょっとご紹介させていただきながら、えっと、お話できればと思います。今ですね、国連ハビタットは、あの、まさに実は日本政府からご支援をいただいて、地震、昨年の地震の、一昨年ですね、あ昨年ですね、の地震復旧の 支援をアレッポ市とアレッポ県の北部のタルリファットという地域あとラタキアのジャブレシーというところであの支援をしております。で、今これ見ていただいているのがアレッポ市をですね。えっと中心部の方を西部から見ている写真でございます。で、こう見るとですね。あのあ、綺麗な街だなと多分思っていただけると思います。で、特に西部はご案内のとおりですね。えっと紛争でも地震でも比較的あの被害が少ない地域なので、まあ、見ていただいている。建物もあまあ、あの大きな。 え、損壊とかはないのかなという感じかなと思います。で、ちょっと奥の方に行くと、こう、いわゆる荒れっぽ城が見えますね。あの、世界最古かつ最大のお城と言われていて、ユネスコの世界遺産の、えっと、古代都市アレッポの、まあ、中心的な一部でございますよね。で、これ、この荒れっぽ城も残念ながら、えっと、内戦でも被害を受けてますし、今回の地震でも大きな被害を受けております。で、えっと、まあ、こうやって見るとですね、ああ、なる、 綺麗なアラブの街だなという感じだと思うんですけれども、こう、よくよく目を凝らすとこんなような、あの、状況ですね。先ほど太田さんのお話にもあったように、えっと、まだまだもうう地震の被害が、まだまだ残る中で、あ、ごめんなさい。紛争の被害がまだまだ残る中で、こう、地震の被害が来ているというのが、まさによくわかる図で、この緑が見えるっていうことはですね、あのー、もうじ、じ、紛争が、ま、2017年ぐらいに、ま、あれっぽしだいぶ落ち着いてきた中で、 ま、5年近くですかね。もっと経って、もっとですね。経った中でも、まだまだこういう壊れたまんま、あの、今、ウクライナとかでガザで見るような、あの、フォードで見るような建物の状況が、いまだに、あれっぽしでさえも残っているというようなところですね。で、まあ、あの、これが街中、まあ、中心部に近い方ですけれども、こういうようなのが、ま、地震の風景ですね。で、あの、こう、奥の方にちょっと見えるのが、地震でさらにこう、ものが崩れてしまった状況であったりとか、これも地震で崩れた絵とか、 ですね。で、これも奥の方が崩れてるのが地震で、手前の方は多分、あの、紛争で多少壊れたものまだそのまま見えるような状況かと思います。これも、えっと、中心部のところの通りですけれども、奥の方にこう、地震で崩れた建物が見えたりと。で、地震直後ではあの、まあ、街中の公園がこのように避難所、避難地として使われてたりとかっていう状況があったところですね。で、まあ、あの、中心部、これは、えっと、必ずしも、 えー、オールドシティと呼ばれている、えっと、ところではないですけども、その近くはですね、やっぱりまあ古いた歴史的な建物があって、石造りなのでかって石が崩れているような状況がありますね。これも、あの、オールドシティに近いところですね。はい。で、あのー、アレポーシーといえば、えっと、スークが有名だったとこ、有名だと思うんですけれども、そこもご案内の通り、紛争でこう、 かなりダメージを受けていて、さらにあの地震でその崩れかけていたものがさらにこう地震で崩れていっているというような現状かと思います。これもとまさにオールドシティの内部の写真ですね。ちょっとまあ本当に痛々しい状況が未だに残っているというところでございます。でまあ、この中でじゃあ、えっと、ハビタットは何をやっているかというところなんですけれども、えっと、我々、 ま、先ほど申し上げたように、え、なんか震災があった時に、えー、直後に、え、緊急対応をするような国連機関では、可能性もないんですけれども、えっと、今回は地震被害だったということでですね、えっと、まず、えっと、地震の被害調査の支援というものをやりました。えっと、何が起こっていたかというと、えっと、地震直後にご案内のとおり、あの、建物が大きく崩壊して、しました。で、えっと、ですね、これが、あの、支援して、 シリアの、えっ、ー、と、アレッポ市とアレッポ県の人々と一緒に被害調査を支援した結果の,の一部なんですけれども、これが、あの、ウエストアンサリーなので、えっ、ー、と、えっ、ー、と、市の、市の、えっ、ー、と、アレッポ市の、えっ、ー、と、南西の、そうですね、一部の、あの、自治区というか、日本、東京でいう、あの、区みたいなところと考えていただいていいと思いますけれども、一つです。このように、一件一件、えっ、ー、と、調査をして、えっ、ー、と、被害認定を行うという支援を行いました。 で、えっと、ごめんなさい。何が起こってたかというと、えっと、地震によってですね、えっと、大きな被害が出ました。で、建物もいっぱい崩れました。で、えっと、その後に、政府によってですね、まあ、地方政府によって、えっと、いくつかの建物の取り壊しが行われていたんですね。で、あの、それは、もう本当に崩れかかっていて、ちょっと余震が来ればさらに崩れちゃうので、あの、危険を取り除くために壊すということは、本当に必要なことではあるんですけれども、えっと、一方で、それが、あの、恣意的な、 建物の取り壊しとかにならないようにというのを我々としては一つ考えたところで、そのためには、えっと、その被害調査に対する支援を我々としてもしっかりやっていかなきゃいけないだろうということで、えっと、中央政府とも話をして、地震被害に対する調査方法を、えっと、中央政府でちゃんと標準化するということをやるために、その、えっと、支援を行いました。 で、その標準化された手法をベースに現地での被害調査を行うということを支援したということでございます。で、えっと、被害の、えっと、建物の被害調査だけでなくてですね、やっぱりインフラがどれだけ壊れたというのも合わせて見ていく必要があります。 その上で、えっと、住民にも参加していただきながら、今後どういうふうに復旧を進めていくかっていうのを、計画策定の支援を UN ハビタットでしているということでございます。これが、あの、住民に参加してもらってワークショップを開催した一つの絵なんですけれども、まあ、当然、あの、繰り返しになりますけれども、紛争の被害もあって、地震の被害がさらにあったということなので、えっと、まあ、全体的に、この、その、あれっぽしをどういうふうに復旧していくのか、どういう先入的にあっていくのかということを、まあ、あの、そういうところに、 国連ハビタットとして知見がありますので、そこの支援をしているということでございます。で、えっと、じゃあ今後どう、何をやっていくべきかと我々の視点から見ているかというとですね、えっと、アルポ市には、我々の言葉でインフォーマルセットルメントっていうんですけれども、非公式居住区がございます。あの、まあ、どこの市にもある、ありますと。あの、世界的にはすごい、あの、普通にあることなんですけれども、いわゆる要は、 政府が公式に認めてない地域で、あの、先ほど、戸坂課長、ジャイカン戸坂さんからもお話がありましたけれども、こういう地域があって、えっと、そういう、そういう地域の中、あの、地域ではですね、建物が耐震基準にしっかり基づいた建て方がされていないと。今この写真なんかも、あの、多分専門家の方というか、建築家の方なんか見ると、ちょっとびっくりするかと思うんですけれども、要はですね、よく見てみると、この壁が見えてるんです。手前側の崩れちゃった建物なんですけれども、えっと、建物に梁と、えっと、柱が、 ないんですよね。こう、石を単純にこう、積み上げてるだけっていうのがよくわかると思うんですけれども、こういうような建物ですと。あ、ごめんなさい。で、インフォーマルトトネメントって、世の中一般で言うと、こう、スラムとかってそういうイメージにつながると思うんですけれども、シリア、特にアレコにおいてはそういうイメージではなくてですね、こう、パッと見、あの、ま、ま、ちょっとせら、道は狭いなと思うんですけれども、えっと、決して、こう、なんか、スラムっていうようなイメージではなくてですね、ちょっと、 ちょっとあの、裕福じゃない、あの、街の一角かと思ったらそこはインフォアラムセットルメントで、こうやってこう、いわゆるちょっと外見だけ見たら、あの、マンション、アパートが立っているというような状況なんですけども、よくよく見るとこうやって建物の作り構造としてはしっかりしていないと。で、見ていただくように、この道自体も実態狭いわけですよね。まあ、これがどういう道かによるわけですけれども、日本であれば、あの、まあ、震災が起こった後、それを機に、 えっと、しっかりこういう、例えばこういうところに、えっと、救急車が入れるように道をこう、拡幅したりとかっていうですね、あの、もう災害に強いちづくりっていうのをこう、進めていくわけですけれども、まさに、あの、田坂課長もご説明あったように、あの、ここが、政府が公式に認めてない居住区であるので、えっと、非常に困難が、あと、大きいと。で、さらに、えー、 そういう非公式居住区であるがためにですね、えっと、水であったり、電気であったり、下水道であったり、公衆衛生であったり、まあ、教育も含めて、いろんなその公共サービスが、やっぱり制限されている地域であります。ただ、えっと、まさに、そこをこしょ、この問題を正面から取り、あの、 直視してですね、これ単純にここを取り壊すとかではなくって、いかにここを公式化していくかということをまあ進めるのが今後の復興の一つ重要なところなんだろうと。で、その上ではここに住んでいる方々、あの我々の立場で言うとですね、政府から見るとここにいる人たちは、非合法の、えっと、にここの土地を えっと、選挙しているという見方もある意味できるのかもしれませんけれども、我々からしてみると、まあ、ここに住んでいらっしゃる方々も、やっぱりそこに住む権利っていうのはあるわけで、えっと、その人たちの権利をしっかり守りながら、その人たちの、えっと、納得も得ながら、合意も得ながら政府の側も納得ができる形で、で、さらに言えば、あの、欲を言えばですね、あの、今海外に逃げていらっしゃる、もしくは国外に逃げていらっしゃる、国内にね、あの、避難されている方々、皆さんの、こう、合意ができる形で、この地域を、まあ、 再復興していくということを、えっと、まあ、長期的にはやって、やっていきたいなと思っております。ただそれを見ると、先ほど来議論がありますように、やっぱりこう政治的な、えっと、解決がないとなかなか先に進みづらいというところと、もう一つはこれも先ほど来議論になっておりますように、やっぱり、えっと、国際社会の関心が残念ながら非常に低下してしまっていて、ここ,こを本当に今後しを据えて支援していくとなると、多大な資金が必要となりますと。で、当然、 シリア政府だけ、シリア国民の税金だけでは、まかない部分、前部分が多分にあって、そこはやっぱり国際社会の、あの、チーが大変にじ重要で、で、そのためにはやっぱり政治解,解決がやっぱり求められるんだろうというふうに感じているところでございます。で、もう一つは、あの、先ほど来色にあったかと思いますけれども、あの、今のイスラエルからの紛争のところのスピルオーバーがシリアに、 おいて、どれほどこう進んでくるかというのも、やっぱりちょっと注視しなきゃいけないなと見ているところでございます。すいません、また非常に雑白でございますけれども、私のあの発表はこことさせていただきます。あの、ちょっと最後になってしまいますけれども、本当に今回お招きいただきありがとうございます。あの、本当に先ほど前半の発表をお聞きしてですね、本当涙が出てくる感じで、あの、本当に西山と学園の 皆さんであったり、あの、外国、外談の皆さんであったり、あと、大田さん、え、ためさたさんの活動とかですね、本当に、あの、シリアに対して、日本の方々がすごいいろんな支援をやってるというのを、あの、改めて、あの、知ることができて、大変感激しております。はい、あの、以上でございます。ありがとうございました。高林様、ありがとうございました。続いての報告は、えっ、ー、と、中野さんになります。 えとこの企画の主催団体、ピース・オブ・シリアン代表ですね、えー、お願いいたします。